バレーボール女子日本この大会でのパリ五輪出場権獲得ならず、バレーボール女子のパリオリンピック予選は24日最終戦が行われ、世界ランキング8位の日本は世界4位のブラジルにフルセットの末2対3で敗れて、この大会でのパリオリンピック出場権獲得はなりませんでした。バレーボール女子のパリオリンピック予選は24チームが8チームずつ3つのグループに分かれて、総当たりで対戦し、各グループの上位2チームにオリンピックの出場権が与えられます。 日本が入るグループは都内で大会が行われ、すでにトルコが全勝で1位を決める中、世界8位の日本は24日夜最終戦で共にここまで5勝1敗で並ぶ、世界4位のブラジルと対戦しました。日本は第1セット平均身長で10センチ近く上回るブラジルの高さを生かした攻撃に苦しみ、21対25で落としました。 それでも、第2セットでは、キャプテンの小笠里奈選手のスパイクなどで、序盤から7連続得点を奪って優位に進め、25対22で取り返しました。この後第3セットは、接戦の末、25対27で落としましたが、第4セットでは磨いてきたサーブや、ブロックが要所で決まり、25対15で取って、試合は最終セットにもつれ込みました。最終セットは、先にリードを許す展開の中、石川誠優選手が、強烈なスパイクを立て続けに決めるなどして、食らいつきました。 しかし最後は相手のサーブで連続ポイントを奪われて突き放され、10対15で落として、セットカウント2対3で敗れました。この結果、対戦成績は5勝2敗で8チーム中3位となり、この大会でのパリオリンピック出場権獲得はなりませんでした。日本がオリンピックに出場できるかどうかは、来年行われる国際大会、レーションズリーグを終えた段階での世界ランキングで決まります。 バレー女子日本代表フルセットの末にブラジルに敗れパリオリンピック出場権獲得は持ち越しバレーボールのフィブパリ五リン予選ワールドカップバレー2023に出場している女子日本代表は9月24日日に国立代々木競技場第一体育館東京都での最終戦でブラジルと対戦しフルセットの末に敗れた日本は大会を3位で終えパリオリンピック出場権の獲得はならなかった トルコ戦では1セット目を奪うも惜しくも逆転で敗れ、今大会初黒星を喫した日本は同じくトルコに敗れ、ここまで5勝1敗のブラジルと対戦。今大会は上位2チームにパリオリンピックの出場権が付与されるが、試合開始前時点でトルコの1位が確定。勝利した方が残りの1枠を獲得できる状況だった。第1セット序盤はブラジルに先行されるが、連続ブレイクから小笠利な首相のサービスエースで同点に追いつく。 中盤に連続失点し、リードを奪われた後、関七海のサービスエースや、林琴奈のスパイクなどで追い上げて、21-21の同点とするが、わずかに及ばずセットを失った。第2セットは序盤、山田二千家のサーブから、渡辺彩のブロックや、小賀主将のスパイクなど、6連続得点でリードを奪う。中盤にも、井上愛理沙のサービスエースなどで、さらにリードを広げたが、そこからブラジルの追い上げもあり、20-20の同点に追いつかれる。 それでも22-22から日本が抜け出すと、最後は山田のサービスエースでセットを奪い返した。第3セットは終盤までお互いに譲らず、サイドアウトを取り合う展開。山田のサービスエースなどで抜け出すも、追いつかれジュースにも連れ込むと、最後はブラジルに押し切られ、セットを失った。後がなくなった第4セットは、序盤に渡辺のブロックなどで先行。 終盤にも、再び渡辺がブロックを決めるなどしてリードを広げ、終盤には、リリーフサーバー、和田幸子と、関がサービスエースを決め、再びセットを奪い返した。迎えた最終セットは、序盤にブラジルに先行を許すが、石川誠優の連続得点などで追い上げる。山田のサーブから、渡辺がスパイクを決め、重々の同点に追いついたが、逆転は叶わず敗れた。ジブ、パリゴリン予選ワールドカップバレー、2023。第7戦。日本、23ブラジル。 21,25,25,22,25,27,25,15,10,15。日本の第一セットスターティングメンバー。井上、山田、林、小賀、渡辺、関、リベロ、福留。日本のトップスコアラー、上位3人。林、18得点、アタック17得点、ブロック1得点。小賀、18得点、アタック14得点、ブロック3得点、サーブ1得点。石川、16得点、アタック14得点、ブロック2得点。 ジブ・パリゴリン予選ワールドカップバレー2023フルブのすべての試合が終了し、最終順位が確定した。今大会の上位2チームには、パリオリンピックの出場権が付与され、優勝したトルコと準優勝のブラジルが出場権を獲得した。ジブ・パリゴリン予選ワールドカップバレー2023フルブ。最終成績。優勝トルコ。準優勝ブラジル。3位日本。4位プエルトリコ。5位アルゼンチン。6位ベルギー。7位ブルガリア。 8位、ペルー。バレーボール女子、赤敗の中でも復活の兆し、真鍋正義監督。今後の課題を、一人一人の気持ち。24日、バレーボール女子パリ五輪予選、東京大会最終日、東京国立代々木競技場。日本は、勝者が五輪出場権を得られるブラジル戦で、フルセットの末、2対3で赤敗した。予選の上位6カ国が、出場権を獲得。 開催国のフランスを除く残りの5枠は来年6月のレーションズリーグ予選ラウンド終了時の世界ランキングで決まる。視力を尽くした勝負は最終セットへ。エース小笠リナ 27NEC がベンチに下がり途中出場の石川誠という23フィレンツェが奮闘したが終盤の競り合いで圧倒された。真鍋正義監督は相手を勝負に対する執念をネットを挟んで感じた。20点以降に勝負強い選手が何人コートにいるか。 相手エースは目の色が全く違ったと称え、今後の課題を一人一人の気持ちとした。小も苦しい時ほどチームで助け合い、私が行くという思いを持った選手が、たくさん出てほしいと願う。準々決勝に進めなかった、東京五輪から2年。日本は今大会で、世界トップ国と互角に戦い、成長を見せた。来年に持ち越しとなった五輪切符は、選手個人の成長にかかっている。 バレー女子日本フルセット激闘の末、ブラジルに赤敗パリ五輪切符獲得は来年に持ち越しかかわら涙止まらず。バレーボール女子ワールドカップ日本代表にサンブラジル代表。24日、代々木第一体育館。世界ランキング9位の日本は同4位で東京五輪銀メダルのブラジルにフルセットの末、赤敗今大会での24年パリ五輪切符獲得はならず、来年に持ち越しとなった。勝ったブラジルは五輪出場を決めた。 1> 第1セット、3、6となったところで、真鍋監督は、タイムアウト。選手を落ち着かせると、6、6に。その後は、主将小賀のアタック、ブロックも決まり、14、13と、一時リードも奪った。だが、ここから4連続失点。ブラジルにペースを握られ、21対25で落とした。第2セットは、1、1から7連続ポイントをダッシュ。その後、ブラジルの猛追を受けたが、23、22から小賀が押し込み、セットポイント。山田のサービスエースで、セットカウント1、1とした。 第3セットも互角の攻防となった。途中出場の石川、林らがポイントを重ね21、21-21。小賀のスパイクが決まり、リードを奪った。だが24、24-22から1点取り切れず、ルースに。ブラジルの執念に押され25、25-27と、崖っぷちに立たされた。第4セットは、2-1から真鍋監督が、相手のタッチネットの有無をチャレンジ。これが成功して、リードを広げた。11-4から3連続失点したが、林のブロックなどで加点。 和田、関のサービスエースも飛び出し、25対15で最終セットに持ち込んだ。勢いをつけたかと思われたが、15点選手の第5セットは、立ち上がりに3連続失点。石川の奮闘で中盤に追いついたが、10、10から5連続失点。最後は、ブラジルの底力に屈した。敗戦が決まると、セッターゼキらは涙を流して悔しがった。首相の小川冷静に振り返り、この大会で、パリ五輪切符を獲得するのが、今年最大の目標だったので悔しい。 この大会で成長した部分もある。それを強みにしてパリで切符を取ってメダルを獲得できるよう頑張っていきたいと前を向いたパリゴリンの道。バレーボールのパリゴリン出場枠は開催国のフランスを含めて12。今回のワールドカップでは世界ランキング上位24カ国が8カ国ずつ3グループに分かれ上位2カ国が出場権を獲得。 逃した日本は来年のネーションズリーグ1次リーグ終了時点6月17日の世界ランキングですでに出場権を獲得している国を除くランキング上位5カ国に入れば出場できる。